4番ホール打ち下ろしの左ドッグで特設 OBT がブルーティーから約210ヤードなので特設 OBT の左側の白いティーの先ぐらいが、各選手の狙い目になると思います。先ほどバーディーの谷田ゆりか選手です。フェアウェイ真ん中にナイスショットでした。吉田貴佳選手です。ティーショット、うん、ナイスショット。北堀朝日選手はティーの右からのティーショットになります。よいしょー、いい具合にフェードかかりフェアウェイ真ん中でした。柳沢好美選手パー5でなんとかバーディーを取りイーブンに近づけたいところです。よいしょー、フェアウェイ真ん中ナイスショットでした。4番ホールパー52打目の地点に来ております。4名ともフェアウェイキープしております。通音的な距離ではないのでバンカーに入らないようにレイアップにしていければいいのかなっていう感じのホールです。上りになってます。よいしょー、北堀朝日選手もフェアウェイ真ん中にキープしたいところです。バンカーは避けたいところ。よいしょ、ナイスフェードでフェアウェイ真ん中キープです。よいしょ。さあ谷田ゆりか選手同様に通音は無理なのでバンカーに入らないようにフェアウェイキープが大事です。よいしょ、果敢に池越えできた吉田貴佳選手、一番飛んでいますがちょっと通無理なのでバンカーに入らないようにフェアウェイキープでいきたいところです。真ん中に飛んでます。ナイスショー。4番ホールパー53打目地点に来ております。北堀朝日選手残り上り120ヤードプラス5ヤードぐらいでしょうか。ちょっと厚く入ったような気もしないでもないですねが、右にナイスオンです。柳沢好美選手第3打引っ掛けてしまいました。左側、にオンです。ちょっとショートでした。ピン右側、あ、ちょっとショートでした。残り80ヤード寄せて連続バーディーといきたいところです。ちょっとピンの左ですがオンはしましたがちょっと大きかったようです。谷田ゆりか選手4打目の予選になります。下りのフックライン80ヤードから約17、8ヤードオーバーしてしまいましたので残念なショットとなってしまいました。ナイスアプローチ。吉田貴佳選手約15メートルの上りのバーディーパットになります。
しっかり打ちましたがまだや足りない。やはり雨で濡れているためにスピードの感覚が難しいところです。コロミ選手スライスライン112メートル、よく打ってきましたが惜しい。ナイスパー。北堀朝日選手約8メートル、下りのバーディーパットになります。打ち切れない。ナイスパーナイスパーナイスセーブ。5番ホール374ヤード、打ち下ろしの右ドックとなっており、右側には池があります。ちょっとドローがかかりすぎて、左ラフとなってます。綺麗なドローで吹き流しの少し右に向かって飛んでます。吹き流し越えました。240ヤード飛んでいるネイショットです。フェードヒッターの北堀朝日選手です。ナイスフェードのフェアウェイド真ん中でした。よいしょ。よいしょ。フェアウェイ真ん中、ナイスショットでした。カート道にスタンスがかかったので、打てるところからワンクラブドロップです。少しラフが比較心配です。先に北堀朝日選手いきます。148ヤード残りでナイスショットでバーディー。ナイスショット、バーディーチャンスです。ユーティリティ、ちょっと引っ掛け気味ですね。左にオンしました。ちょっと左に引っ掛け気味。ちょっとドローがかかりすぎてグリーン左にオンというかギリギリ乗ったような感じです。柳沢小泉選手左下がりの約20ヤードのアプローチが残ってしまいました。落としどころはエッジから2メートルぐらいでしょうか。まあ2メートルから3メートルというところだと思います。ちょっとショートでした。やはり落としどころは3メートルぐらいでしたが、1メートルぐらいのところに落ちてしまいました。グリーンエッジからパターです。スライスラインだと思います。最後は下っています。さあ打ち切れるか。ちょっと打ち切れませんでした。ちょっとラインを読めてなかったようです。距離は素晴らしかったです。北堀選手
見事唯一2オンでバーディーパットです。上りの下りというところで多分スライスラインだと思います。スピードが難しいところです。惜しい、ナイスパーでした。落ちきれなかった。まあ下りにかなり早く見えたんでしょう。ここは慎重に決めてワンアンダーにしたいところです。ナイスパー、ナイスセーブ。ナイスパー。6番パー3、174ヤードパー3にやってきました。ちょっと長めのパー3です。サドルがかかって、ああちょっとショートです。かかりきりませんでした。右手前にショートでした。このホールはグリーンが受けているので果敢にグリーンを狙っていきたいところです。ピン右に、これもショートですね。多少上っているように見えているの分だけショートしてしまうのでしょうか。北堀選手、珍しく左側からのティーショットになります。いい当たりですが、ドローがかからず、ちょっとフェード気味に右に外してしまいました。本人は今球を捕まえるようなスイングに改造しているそうです。ちょっと左に引っ掛けてます。距離的には足りてるか。ナイスオン。6番パー3、グリーン周辺に来ております。今日は雨がたくさん降っていましたので、6インチジェネラルエリアリプレイスルールになっています。北堀選手、10メートルのアプローチショットです。下げです。ああちょっとラインが読めなかったか。かなりのフックラインでした。谷田選手、これも同様に 12,3 メートルのアプローチですが、かなりのフックラインだと思われます。やっぱり思ったようにフックします。とかパーセーブなるか。吉田選手は谷田選手と全く同じラインなので落としどころが分かっていると思います。落ちきれない。さあ小森選手、唯一ワンオンバーディーパットです。ナイスパーでした。ナイスパー。少々下りのフックラインですが、かなりフックしますが、自分のアプローチの球筋を見ているので読みやすいのではないかと思います。しっかり打ってきました。惜しい。アンダーパーキープなるか。
ナイスセーブ。見事に沈めました。さあ朝日選手パーセーブなんか、これもフックラインだと思います。左に外してしまいました。フック読み切れませんでした。